中国代表さん、オーストラリア相手に先制するもしっかり逆転されいく。オーストラリアが逆転勝ち。前半はイマイチだったけど、さすがにホームで中国相手には勝ち点落とさなかったね。今日のオーストラリアのサッカー見て日本はオーストラリアに勝てないって誰か思った？中国相手にこの内容だとオーストラリアもレベル落ちたなーって思う。どっちも弱すぎるでしょ。次戦は日本と対戦だけど、このままだとオーストラリアさんボコられて終わるぞ。ひいき目なしで日本の方が圧倒的に強い。は間違いなく絶望してるやろな。せっかく中国のために枠増やしたのに、肝心の中国代表がこの手いたらく。日本はサウジ戦終わったらホームでオーストラリア戦。オーストラリアがこの出来なら間違いなく負けないと思う。中国は残念やな。まあアウェイだったし仕方ないが。実は一番絶望してるのは中国ではなく FIFA のお偉いさん方だったりして。中国は一勝もできないね。この予選0勝で終了する可能性すらある。どっちもかなり弱かった。この組は日本サウジアラビアで確定しそう。FIFA 上層部発表してるだろ。これじゃ枠増やした意味ないね。